緑豊かな地域づくりに貢献しようと宇都宮市に本社を置く自動車販売店がきょう県に苗木を贈りました苗木を贈ったのは自動車販売店の栃木トヨペットですきょうは金垣正明社長や小口悟執行役員などが県庁を訪れ福田富和知事に連業の苗木と目録を手渡しました この活動は、1976年、昭和51年から社会貢献の一環として続けられているもので、今年で49回目となります。蓮行は、春に鮮やかな黄色い花を咲かせ、花言葉は希望です。栃木豊ペットでは、これまでにおよそ6600本の苗木を送っていて、金奈垣社長は、県内の緑化や CO2 の削減に役立ったのではないか、 今後も地域にに根差ししたた環境活動に取りりり組んでまいりままいすと語りました苗木は県内各地の小中学校や宇都宮中央高校などの施設に植えられる予定で福田知事は、林業は明るく温かな花、地域や世界で活躍する子どもたちを見守ってくれると思いますと感謝の言葉を述べました。 大変車は便利な乗り物なんですけれどもあの負の側面もございますあのご挨拶で申し上げたように CO2 を若干出すところもありますので、まあ、そういう意味であの我々の責任としてこの環境保全活動を今後も続けていきたいというふうに思っております来年は五十回目を迎えますあ、まあ、少し大げさですけど会社が続く限りできれば百回を目指して頑張っていきたいと思います